の戦いは、1346年7月26日に、フランスのルマンディ地方の都市カーンで起きた、イングランド王国軍と、フランス王国軍との戦いである。この戦いに勝利したイングランド軍は、続くクレシーの戦いで、フランス軍に圧勝すると、重要都市カレーも攻め落とし、100年戦争の序盤の、崇勢を決定づけることになる。1337年に、 英仏間で勃発した百年戦争は、1340年6月にスロイスの海戦で、イングランド軍が勝利したが、フランドル上陸後は、フランス軍が大規模な海戦を避けたため、それ以上の戦果を上げられずに、両国は2年間の休戦をした。一方、1341年に、ブルターニュ公国の相続をめぐりブルターニュ。 継承戦争が始まり、抗争を始めたモンホール家とブロア家にそれぞれ英仏が肩入れしたため、代理戦争の様相を呈した。100年戦争の休戦期間にも、ブルターニュでは、交戦状態が続き、イングランドは休戦終了までブルターニュに前線を確保することができた。1346年7月、イングランド王エドワード3世は、プリンス・オブ・ウェールズになったばかりの16歳の息子、 エドワード・クロ大使を連れて、本格的なフランス侵攻に乗り出した。7月12日にサンバーストラウーグに上陸した兵力は1万2000から1万5000人で、イングランド兵、ウェールズ兵、ドイツ人やブルトン人の傭兵の他に、フランス王フィリップ6世の統治に不満を持つ、ノルマンディの少量シュラムズ取った。ノルマンディ上陸後、南に進軍した。 エドワード3世の狙いは大規模な気候を行ってフランス軍の士気を下げ補給に打撃を与えることだった。途上のカランタン、サンローなどの町々を襲って廃墟にしたイングランド軍の第一目標は北西のルマンディ地方の文化、政治、宗教の中心都市だったカーンに定まった。カーンを占領してその富を収奪すれば遠征費を穴埋めできるし重要都市の破壊が フランス側に与える心理的影響も大きいはずであった。カーンは、オルヌ川北岸の古い都市で、街中を流れる川の支流が、旧市街と新市街を分けていた。旧市街は城壁に囲まれ強固な城塞に守られていたが、壁が崩れている箇所もあった。裕な商人や地主が多く住む新市街は、川の中州にあり、要塞化された三つの橋で対岸とつながっているので、 比較的守りやすいと思われた。7月26日にカンに到達したイングランド軍だったが、工場兵器を持ってきていなかったため、エドワード3世は攻撃開始までなるべく時間をかけたくなかった。一方、フランス軍側では海戦直前に混乱があった。町の守備隊を指揮するウーハ・クラウル2世の防戦計画は当初、 城塞を中心とした旧市街に立てこもるというものだった。ところが、裕福な市民らがこれに対して、新市街を守るように圧力をかけ、直前で作戦が変更された。慌ただしく兵の配置転換が行われ、後に致命的な敗因となった。イングランド軍は、新市街の北側の橋への攻撃準備に取り掛かると、ともに万有司教が指揮するフランス兵三百人が、 立てこもった旧市街の城塞を封鎖した。新市街総攻撃のため部隊を配置中、略奪に流行る一部のイングランド兵が命令を無視して、橋への攻撃を始め、慌てたエドワード3世の攻撃中止命令も無視された。数百人のイングランド兵が橋を渡って、街の守備隊と乱戦を繰り広げている間に、イングランド長久兵とウェールズや利兵の一団が、下記で、 水かさが減っていた川を徒歩や小舟で渡り始めた。フランス軍は急な配置転換のため北岸に小舟が残っていたのを見過ごしていたのだった。新市街をぐるりと取り囲むように薄く配置されていたフランス兵は複数箇所で破られ市街地にだれ込んだ。イングランド兵は橋の守備兵に背後から襲いかかったためフランス軍は総崩れとなった。 少数の将校らが牙で結露を開いて、旧市街の城塞まで脱出した他は、ほとんどの兵が捕虜になることも許されずに、敗戦の混乱の中で殺された。カーンは5日間にわたって、凄まじい略奪にさらされ、住人の半分は虐殺されて、町は怪人に返した。少なくとも2500人のフランス人の遺体が後に、 町外れの共同墓地に葬られ、戦死者も含めた犠牲は5000人に上るとされる。エドワード3世は、略奪が続く間も、旧市街の城を攻めたが、ついに陥落しなかった。多くのフランス貴族らと共に捕虜となった、ウーハクはイングランドで、旅収生活を送り、自ら、身の白金を集めることを許されて1350年に、ようやく、 フランスに帰国したところ、即刻処刑された。イングランド軍は8月1日に、カーを立ってパリ近くまで進撃したが、フィリップ6世がアキテーヌから兵を呼び戻して、サンドニに大軍を集結すると、フランドルに撤退するために北上を開始した。フランス軍の追跡を受けたイングランド軍は、ソンム側のとかに成功すると、クレシーで、フランス軍を待ち構えて壊滅的打撃を与えた。 ありがとうございます。